清澄白河駅から東京都現代美術館までのルートを3分以内で紹介していきたいと思います。それではスタートです。清澄白河駅から東京都現代美術館までは徒歩約10分、距離は約900メートルとなっています。清洲橋通りを東に向かって直進します。今回の目的地東京都現代美術館は現在、約5500点もの収蔵作品があります。これらの収蔵作品は、MOT コレクション展として、1年間を3期から4期の会期に分け、設定されたテーマに沿って、100、200点の作品を選んで紹介しています。MOT コレクション展以外にも企画展を行っています。また美術館内にはナデイフ、コンテンポラリーというショップがあり、現代アート関連書籍、展覧会図録や MOT オリジナルグッズなど販売しています。カフェ&ラウンジ、2階のサンドイッチ、やレストラン、100本のスプーンも併設されています。コメント欄に東京都現代美術館の公式 URL を貼っているので、気なる人は見てみてください。ここ清澄白河は喫茶店がたくさんあることで有名です。あのブルーボトルコーヒー1号店があることでも有名ですね。ブルーボトルコーヒー清澄白河フラッグシップカフェは、月曜から日曜まで開店していて営業時間は8時から19時となっています。横断歩道を渡ったら右折し三つ目通りを直進します。ブルーボトルコーヒーから徒歩2分ほどのところに理科室という雑貨屋があります。そこでは理科の実験で使うガラス器具が販売されています。編集者はここで友人の誕生日プレゼントを買ったことがあります。雑貨屋、理科室の営業時間は13時から17時、定休日は月曜から水曜となっています。東京都現代美術館 MOT に到着しました。東京都現代美術館から5分でスモークブックス清澄白河店に行くことができます。東京都現代美術館から8分で島ブックに行くことができます。東京都現代美術館から8分でビーフレンドシップ完熟屋に行くことができます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。